私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近出産を終えたマリさんって人がいて、今は自分の実家に帰省中なんだ。家に帰って疲れた体をゆっくり休めてもらわないとね。出産した後の体ってボロボロだし、体力もないし、ほんと大変。でも我が子のためと思ったら頑張れちゃうんだよね。ねえ、ちょっと聞いてもいい？どうしたんですか、なるみさん。今って実家にいるんだよね。そうですよ。今は実家でゴロゴロゆっくりしてます。今日たまたま見ちゃったんだけど、カリナさんがマリさんの家に入って行ってて、なんか家のこととかお願いしてる感じ？え、別に何もお願いしてないんですけど、中に入っていったってことですか？そうなんだよね。だから帰ってきてたのかなと思って。とうとうやりやがったな、あのクソ男。え？出産前から様子がおかしいと思ってたんですよ。それってもしかして不倫ってこと？はい。子供ができてから夜の相手ができなくなって、なんか拗ねてておかしかったんです。最近帰りも遅いし、出産の時も立ち会いは絶対するとか言ってたのに、生まれたら連絡してくれよ、俺もう眠いしとか言い出して、結局立ち会いにも来なくて、生まれた後も2日後くらいに会いに来て。何それ、ひどいね。子供ができたら俺のことは相手してくれないんだとか言い出すし、ガキかよって感じですよね。こっちは命がけで子供産んでるのに。本当にそうだよ。出産はお前が頑張ればいいだろう。その間俺は稼いでおくから。立ち会いしたところで暴言吐かれるとか聞くし、俺はやっぱり行かないわとか言い出しておかしいと思ってたんですよ。あいつには何も任せられないと思って実家に帰って正解でした。でも実家に帰っている間にママ友を家に連れ込むなんてね。カリナさんは旦那さんと離婚してまだ確か1ヶ月くらいだったよね。そうですね。うわ、カリナさんから LINE が来ました。私ちょっと話してきます。あんまり無理しないでね。ストレス抱えないように。ありがとうございます。マリとカリナの LINE。 ねえねえ、実家に帰ってるんでしょ？なんで実家に帰っちゃったの？出産で大変だったから。そんなのみんな大変じゃない？私は子供を産んだ後実家には帰らなかったけどな。あなたの実家は九州でしょ？遠いから帰れないってだけじゃない。実家に帰りたかったって何度も言ってたし。そうだったかしら。まあ今は旦那が子供を引き取って離婚してくれたおかげで楽だけど、子供がいるとやっぱり女性としてのことがおざなりになるのよ。っていうか、なんで LINE してきたんですか？あなたの旦那さんかわいそうだなと思って。はい？旦那さんかわいそうよ。なんで旦那さんを置いて実家に帰っちゃうの？一人置いていくことをかわいそうだと思わないの？出産にも立ち会わなかった男の心配なんてしたくありません。命がけの出産をする妻を一人病院に置いて飲みに出かける男ですから。男は頑張って外で働いてるんだから、それぐらい許してやりなさいよ。それに出産の立ち会いは義務じゃないのよ。それはもちろん知ってますけど、子供が生まれる前は絶対に立ち会いするとか言ってた人がいきなり立ち会いもせず、次の日会いにも来ないんですから、びっくりしました。あなたに嫌気がさしたとかなんじゃないの？こういう話不毛なので正直に言っていいですよ。え？今日私の家に来たんですよね。何してるんですか？正確には私の旦那と何をしてるんですか？なんだ、もう知ってたのね。私の口から言わせるなんて恥ずかしいことさせないで。男女が2人で家の中することは一つに決まってるでしょ。つまり不倫してるってことですよね。不倫される原因は自分にあるとは思わないの？まるで私を責め立てるような言い方だけど、不倫をした方が絶対的に悪だから。またまたそんなこと言って。あなたが夜の相手もせずに寂しい思いをさせたのが不倫の原因じゃない。子供がお腹の中にいるのに、なんで大きな子供の相手までしなきゃいけないのよ。出産が終わるまでの間、私と子供のことを気遣うこともできないとか、チンパンジーかよ。ほらほら、そういうところが彼を傷つけてるのよ。実家に帰って自分だけのんびりするなんて本当に配慮が足りないわ。だからあなたの旦那は私が慰めてあげる。赤ちゃんプレイにハマっててバブバブって可愛いのよ。
そうですか。あなたは負けたの、わかった？子供を出産したからってすぐ実家に帰るようなやつは人に旦那奪われても文句言えないの。バーカ。やるよそのクソ男。え？だからもういらないからあげるって言ってんの。離婚届は後日持っていくから。じゃあ。え、ちょっと、あ、ブロックしたわね。なるみとカリナのLINE。マリさんに連絡つながる？ちょっとした喧嘩でブロックされちゃって、ブロック解除するように言ってくれない？不倫してるやつが何言ってんのよ。え？あなたが今日マリさんの家に行ったことは知ってるんだから。なんだ知ってるんだ。まあ別にいいけどさ、近々結婚報告する予定だし。ママ友の旦那奪うなんて恥ずかしいと思わないの？誰でもいいの？この節操なし。弱ってる男にはアピールするのが私の信条よ。特に妻が出産を迎えている時の男なんてイチコロなんだから。簡単に誘い込まれて簡単に落ちるイージーゲーム。あなたがそれをしたことによって自分の人生をハードモードにしてるんだけど。はい、みんなそうやって私を悪者にするんだから。はいはい、モテる私が悪いんです。都合よく体だけ求められていることに気づかずモテてるって勘違いしてる痛い女は。何よそれ。あなた自身に魅力があるわけじゃなくて、ただ体だけなのにそれをモテてるって笑えるわ。私のことを愛してくれてるのよ。本当に愛してるんだったら離婚してからそういうことすると思うんだけど。子供が生まれたばかりで刺激しちゃダメだって思ってるんじゃない？じゃあなんであなたは今日略奪連絡なんてしたの？それはもう離婚を視野に入れてるって言ったからバラしてもいいかなって。子供が生まれたばかりで刺激しちゃダメだって言ってたのに。あ、刺激しちゃダメだとか言いながら離婚を考えているなんて言うんだ。ふーん、うるさいわね。別に関係ないでしょあんたたちには。大切なママ友が傷ついてるんだから黙ってるわけにはいかない。どこの学級委員ですか？証拠が何もないと思ってそうやって調子に乗ってるんでしょ。なるみさんこそ今日私が家の中に入った証拠を不倫の証拠だって言ってんの？それぐらいじゃ不倫した証拠にはならないし、私は捕まらないわよ。捕まるとかじゃなくて慰謝料払えって言ってんの？当の本人は出産準備でバタバタで不倫の証拠集めなんて何一つできてないんだから。私たちが慰謝料や養育費を払うことは絶対にないの。アンダースタン？情報通のママさんがいて、あなたたちの不倫の証拠を調べてもらった。は？証拠写真がたくさんあるし映像もあるから言い逃れはできないよ。え？証拠？どういうこと？前から私たちのことを調べてたってこと？あなたが不倫してるって知ったのは今日。今日調べたのになんで写真や映像があるのよ。適当なこと言わないでちょうだい。適当なことなんて言ってないよ。私の友達を傷つけたこと絶対に私許さないから。それは私の親友二人も同じ気持ちだから。親友二人ってもしかして？じゃあね、二人揃って地獄に落ちな。あ、なるみさん、ちょっと説明しなさいよ。ゆりとひまわりとカリナのLINE。なんだかご機嫌だね。やっぱりなるみさんの親友二人ってあんたたちね。私の不倫の証拠をどうやって調べたの？どうせ本当は調べてなくて適当に偽造したんでしょ。簡単なことですよ。監視カメラの映像を抜き取ったり、あなたのスマホに遠隔でログインして写真を保存したり。え？何言ってんの？ゆりはなるみさんのことが大好きななるみさんのストーカーなんです。なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視してるんですよ。あなたたちが怪しいということはなんとなく前から気づいていました。ですがドキュンが多すぎてそこまで手が回っておらず、確認が後回しになっていました。ですが証拠を揃えようと思ったら一瞬で揃えることができるのですよ。もう趣味の一環みたいなものだもんね。人間観察とか好きなタイプでしょ？人間観察なんて興味ありません。見られるのであればずっとなるみさんを見ています。そんなこと言いながらいつも他人を調べ回ってるじゃん。まあ確かにどんな行動をするのか見るのは好きかもしれませんね。じゃあ私のこともたくさん見ていいよ。あなたを見ていると胸焼けしそうです。え？いつも食べながら飲みながらいろんなことをしてよくそれで太りませんね。食べた分はちゃんと運動してるからね。それにしたって毎日食べ過ぎなんですよ。甘いものから辛いものまで。大丈夫、結
健康にはユリが気を使ってくれてるでしょ。あなたのためを思ってのことではありません。あなたに何かあればナルミさんが傷つくからです。わかったわかった、ツンデレちゃんだな。ユリが私を愛してやまないことは私はよくわかってんだから。なんで私があなたのことを愛しているということになるんですか。いつも私のお母さんみたいに私のことを助けてくれるじゃん。だからそれはナルミさんのためだと。わかってないな、このツンデレめ。その口を縫い付けた方が良さそうですね。冗談だから怒らないでよ。何二人でペラ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 喋ってんのよ。あなたは家に届いた証拠を確認するので忙しいかと思って時間をつないであげたんですよ。なんで知って。私が送ったのですから当然じゃないですか。証拠がこんなに別にいいし、ダーリンに LINE したら慰謝料と養育費払ってさっさと別れるって言ってくれたもん。ボーナスも冬に出るし別にこれぐらい楽勝だって。さすがマイダーリン。面白いことになっていますよ。見てください、ひまわり。うわぁ、これなかなかにえぐいね。え、何が。めちゃくちゃ慌ててますよ、面白い。うわぁ、これをウェブ会議でやっちゃったね。何見てんのね。あ、会社の同僚から LINE が来た。私の不倫がバレてる。あなたのマイダーリンとやらは今日ズームで会議を受けていますよね。そうだけど。発表用のファイルを開いたらあなたたち二人の赤ちゃんプレイの写真や動画が流れてしまったようです。しかも大慌てで動画を止めようとしてるの止められなくて、音量を上げて周りはもう大パニック。なんで映像なんかパソコンのファイルに入れてるのよ。何やってんのよあいつ。手が滑って違うファイルを開いてしまったようですが、これ絶対ユリが準備したでしょう。どうしよう、明日面談だ。これ多分クビになるやつだよね。それどころか会社に行くのさえ恥ずかしいと思いますけど、頑張ってくださいね。やばいやばいやば。そうなってくると冬のボーナスは期待できなさそうですね。だって冬まで勤めてなさそうなんですもん。どうしよう、やばい、会社の人にバレちゃった。あなたたちの人生終わりですね。ジ・エンドですね。やってくれたわね。別にいいわ、私たちは遠い町で誰も知らない町で幸せになるから。これぐらいで私たちの幸せを邪魔できたと思わない方ね。私のなるみさんに迷惑をかけたのにこれで終わりだと思っているんですか。終わりでしょう、何もかも全部。終わりというのは人生の終わりを意味します。あなたたちには立派な心臓がついているのに何が終わりなのでしょうか。でも会社も辞めてお金も失うし、引っ越しだってしないといけないし、人望だって失うし。人望なんてそもそもないじゃないですか。なんですって。場を和ませようと思ったのに逆効果でした。何を奪うっていうのよ、これ以上私たちから。生まれたばかりのお子さんからお父さんを奪ったんですから、命ぐらい奪われないと割には合いませんよね。命。そうですよ、迷惑をかけたんですから、その命で償ってください。私を殺すつもりなの。そんなことが日本でできると思ってんの。ユリは顔が広くて闇の施設とかいろいろ運営してるので、今日はどんなお仕置きにするの。そうですね、子供を悲しませたんですから、そう簡単に幸せになられたら困りますね。幸せって何が幸せなのよ。幸せにはなれないじゃない。幸せっていうのは多分あの世に行くことを意味しているんですよ。簡単には楽にはさせないぞってことで。へい。あなたたち二人はとても愛し合っているんですよね。じゃあ二人で乗り越えられるゲームを準備しましょう。ゲーム。名付けてドキドキ拷問、どっちが行く。は、お前が行けよ、チャレンジ。何そのバカげた名前は。あなたたちにはある部屋に入っていただきます。扉を開けるごとにいろんな拷問器具が置いてあり、どちらか一人が拷問を受けなければいけません。一日以内にどちらが拷問を受けるか選べなかった場合は二人とも同じ拷問を行います。なるほど、じゃあどっちかが受けないと二人とも地獄ってことだね。はい。そんなのどっちも受けたくないに決まってるじゃん。大丈夫です、うまく分散すれば二人
人とも最後まで生きていける計算です。ですが片方に押し付けすぎて、もしパートナーがいなくなった場合、それはゲームオーバー。つまり二人ともあの世行きってことだね。はい、それが嫌であれば二人でうまく分散しながら扉を一つずつ開けていく必要があります。バランスが大事なので、二人でうまく分散させながら進んでください。ラブラブなあなたたちなら楽勝ですよね。足の骨が折れようと、目玉が飛び出そうと、爪がなくなろうと、皮膚がなくなろうと、二人で頑張って脱出を目指してくださいね、パパママ。ファイティンです。無理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 。その後、カリナさんは結局会社には行かなかったみたい。赤ちゃんプレイと称した動画が会社全員に回されてるんだから当然だよね。マリさんは旦那さんと離婚したよ。別れたくないとか泣き叫ぶ旦那さんに、お前なんかいらねえんだよクソ男と離婚届にサインをさせて、そのまま提出。妊娠初期の頃から不倫を疑ってたから、別に驚きもしなかったし、あんなクズ男はいらないってせいせいしてた。今は実家でゆっくりしてるけど、落ち着いたらまたこの町に帰ってくるみたい。帰ってきたら私たちみんなでサポートしながらお子さんを可愛がりたいな。カリナさんとクズ男はそのままユリに連れて行かれて部屋の中にイン。二人は押し付け合いを始めたってさ。当たり前といえば当たり前なんだけど、そのせいで二人とも拷問を受けて体はボロボロ。多分これは最後の部屋まで行くことはないだろうね。ユリのことだから嘘はつかずに本当に分散していれば命だけは助かったものを、略奪してまで得た愛は偽物だったようだね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。今日は家でのんびり過ごしていたんだけど、いきなり近所に住む小学3年生の子が我が家にやってきたんだ。とりあえず出てみたら様子がおかしくてね、私はすぐに母親に連絡したんだよ。悦子さん、今どこ？え？水木さん何？普通に仕事だけど。今悦子さんのお子さんが我が家に来たんだけど。あ、うん、よろしくね。いや、よろしくって何が？お子さんも言ってたけどさ、ママにこの家に行くようにって言われたって。本当は家でお留守番をしようと思ってたけど、鍵を持ってないから玄関を開けられない、喉が渇いちゃったからお水だけくださいって言ってたよ。千秋ちゃんママの家で面倒を見てもらってね。あそこの家ならクーラーついてるし涼しいよ。そう言ったんだけどな。うちの子って夫に似たのかな。子供なのに変な気を使っちゃって可愛くないところがあるんだよね。何言ってるの？こんな暑い日に子供を置き去りにして何やってんの？だから仕事だって言ってるでしょ。私これから出張なの。だから数日面倒見てて。ほら、うちの夫も今単身赴任中だからさ、困っちゃってん。子供が一人増えるくらい別にいいでしょ。は？旦那さんいるよね。というか悦子さんは義実家も近いじゃん。ああ、ダメダメダメ。うちの義両親は理解がないの。わかった？わかったじゃないよ。なんで偉そうなの？というかスーパーのレジ担当なのに出張はないでしょ。私は優秀だから出張があるの。水木さんとは違うの。何でもいいけどさ、お子さんどうすんの？うちは預からないからね。お子さんはすごくいい子だと思うけど、悦子さんは問題だよ。はあ？なんで？心狭くない？ママ友同士なんだから助け合いをすべきなんじゃないの？そういうのは人を助けてから言ってね。だいたいお子さんを預かってほしいなら先に言うべきでしょう。私が出かけてたらどうするつもりだったの？大丈夫大丈夫。うちの子はもう小学生なんだよ。暑けりゃ勝手に図書館でもどこでも行くでしょ。それに夜になればさすがに水木さんは帰ってくると思うし。ほら言ってたじゃん、妊娠中は旅行には行かないって。ってことは常に家にいるってことでしょ。それでうちを狙ったんだね。狙ったなんて人聞きの悪い。私旅行には行かないけど実家に泊まることはあるよ。それにお子さんこの暑い日に帽子もかぶってないし水筒も持ってない。図書館に行くまでに熱中症になることだってあるでしょ。水木さんっては頭かたい。大丈夫大丈夫、余裕だから。余裕じゃねえよ。
とりあえずうちの子は任せたからね。ちゃんと面倒見てくれないと通報しちゃうから。じゃあね。あ、待ちなさい。いや、参ったな。特に夏休みとか冬休みになるとこういうママさんいるんだよね。お願いされて預かることも結構多いんだけどさ、悦子さんの場合は何も言わずに勝手に置いていってるわけだから困るね。子供くらい預かってあげなよとか言う人もいるけど、アレルギーの有無とかもあるし、私は親しくしている人のお子さんじゃないと預からないようにしてるんだ。後々トラブルになるとみんなが嫌な思いするしね。それにしても悦子さんはパートで、仕事内容はレジ打ち担当、これで出張なんてあるもの？どう考えてもおかしいよね。早速周りの人たちに聞いてみようかな。1時間後。いや、それにしてもめちゃくちゃ暑いな。早く夏も終わってほしいよね。は？そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。お子さん迎えに来るつもりないの？私は優秀なレジ打ちパートだから出張があるのよ。家の前に置いていったうちの子よろしくね。5日くらい預かってよ。義両親呼んだよ。え？なんだ、水木さんやるじゃん。うちの子のために義両親まで呼んでくれたの？いやいや別にいいよ。ほら、なんか適当に麦茶でも飲ませて、そうめんでも食べさせておいて。何言ってるの？悦子さんの義両親を呼んだんだけど、これから涼しいショッピングモールに行って子供向けのイベントでも見に行ってくるってさ。美味しいご飯を食べて今日はお泊まりだってよ。いや、よかったよかった、これで一安心だね。は？何冗談言ってるの？そのセリフそっくりそのままお返しするよ。頼んでもいない人間に無理やり子供預けるなんて、いや、預けるどころか置き去りだもんね。本当に最低すぎるよ。で、自分はご機嫌で旅行ツアーに参加してるんでしょ？どういう頭の中身をしていたらそんな考えになるわけ？旅行ツアーって何のこと？複数のママさんたちに見られてるよ。ツアーのバスに乗って行ったところ、リゾートにでも行くつもりだったの？派手な服装みたいだけど。ほら、それが、出張に行くバスで、研修旅行なの、そういうのあるでしょ？悦子さんがバスに乗り込んだ場所あるでしょ？あそこはね、ツアー会社が専門で契約してるところだよ。つまり、あの場所から出るバスは、みんなツアー行きってこと。これ、どういうことかな？いや、でもほら、水木さんだって旅行が好きでしょ？子供を置いて、一人で旅行に行くこともあったじゃん。私の気持ちだってわかるでしょ？わかるわけないでしょ。うちは基本的に夫がいるし、それぞれの実家も車で行ける距離、姉家族や妹夫婦もいるし、友人たちもいるからね。ちゃんと誰か面倒を見てくれる大人がいるから行けるんだよ。だからほら、水木さんが見てくれればいいじゃん。いい加減にしな、そんな自分勝手な態度で。ま、お姑さんたちが面倒を見てくれるらしいからね。待って、うちの子と義両親を接触させたらまずいの。なんで？あ、ついでに言っておくけど、旦那さんも知ってるからね。え？うちの夫と悦子さんの旦那さん、夏祭りのお手伝いの時に仲良くなったんだよ。まさか水木さんの旦那さんがうちの夫に連絡したってこと？そう。で、ご両親に連絡して引き取りに来てくれたってこと。やば、あの子がいろいろ話しちゃったら終わりじゃない。そんなの知らないよ。自分の問題でしょ。やばいやばい、どうしよう。ねえ、責任取ってよ。義両親にバレたらやばいのよ。私も旅行が趣味だからこそ今回のことは許せないよ。お子さんと一緒に旅行に行くとか、どうしても一人で行きたいなら預かってもらうとか、いろいろ方法はあるわけじゃん。義両親も近くにいるわけだし。なのになんで置いていくのかな。理解に苦しむよと思っていたんだけど、悦子さんはお子さんを義両親に会わせたくない理由があったみたい。悦子と姑の LINE。 悦子さん、あなた、これはどういうことなんですか？全て孫ちゃんから聞きましたよ。違うんです、あの子最近ちょっと嘘つきで。まあ女の子っておませさんで困っちゃいますよね。黙らっしゃい。1ヶ月前よね、息子の単身赴任が始まったの。あなた、それと同時にパートを辞めたんですって？家事も料理も何もしないで何してたの？いや、ちゃんとしてましたよ。いいえ、していないでしょ。
孫ちゃんは綺麗好きだから、キッチンに汚いお皿がたくさんあって嫌な匂いがするのが嫌、お洗濯をしないで汚い服を着るのが嫌、そう言って自分で家事をしてたって聞いてますよ。それはほら、でも小学生ですからね。私がやるよりは下手くそだし、あなたは何を言ってるの。下手とか上手とかそういうの関係ないでしょ。小学生の子供に家事をやらせてあなたは何をしていたの。そのほら体調が悪くて。ネットゲームをしていたんでしょう。あいつらやっぱり喋ったのね。あいつらとはあなたの夫と子供のことかしら。いやそのちょっと息子から聞きました。あなた一時期ネットゲームにハマってたんですってね。それで家事もやらなくなり、課金で貯金も使い込んで、息子とはもうしない、次にやったら離婚って約束だったんでしょ。あの人そんなことまで話したんですか。でもゲームをやるやらないってプライバシーでしょ。私の自由でしょ。そりゃあなたの時間でやるなら何も問題はありません。それにお金の使い込みも家族の問題ですからね。本来であれば私が口を出すことじゃないのよ。じゃあ別にいいじゃないですか。どーまらっしゃい。ご近所さんにも迷惑をかけて何を言ってるの。それにね、あなたがしていることは孫ちゃんにとって悪影響。そもそも親としてやるべきことを全然やってないじゃないの。私たちは祖父母ですからね、うるさく口出しをするつもりはないの。でもね、小学生の子供に家事をやらせて、母親はゲーム三昧。これには思い切り口を出させてもらいますから、ひとまず当分の間孫ちゃんは私が預かりますので。ちょっと困りますよ。家事をしてくれる人がいなくなるから。本当にみっともない。あとね、そろそろ息子が家に到着しますからね。は？だってあの人は単身赴任中じゃないですか。なんか仕事の都合で今日は本社に来ているんですって。そのついでに家に寄って様子を見るつもりだったらしいけど。待ってください。私今バスの中なんです。なら好都合ね。そのまま旅行を楽しんできたら。やだ、離婚はやだ。バスは急に止まれないんですよ。その後旦那さんが帰宅して部屋を確認してみたところ、キッチンやリビングはすごく綺麗なのに、パソコン部屋は不快みたいな状態だったって言ってたよ。キッチンとかリビングは綺麗好きなお子さんが掃除していたみたい。まったく何してるんだか。悦子さんが参加する予定だったツアー旅行はネットゲームの仲間と行く旅行だったことも分かったよ。ゲーム内で仲良くなった男性も参加することになっていたので、もうこれ未遂だけど不倫するつもりだったんだろうね。旦那さんは大激怒で、今は離婚の話し合いをしている最中だよ。悦子さんはパソコンを取り上げられ、頭真っ白状態だってさ。お子さんは祖父母宅で楽しく夏休みを過ごしているみたいだから、ひとまず良かったかな。ネットゲームか。うちの娘もやってるんだけど、これネットゲーム？なんか将棋とか囲碁の対戦をしてるんだよ。体が冷えるからって熱いお茶とせんべいを用意して机の上ににゃにゃ丸乗せてやってるの。我が子ながら渋いな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。